いつ気づくかと思ってたけど、今日まで全くだもんよ。マジウケるし。ボンノは頭円とちごて暗記が得意なんですよね。子猫丸、それつまり頭いいいうことやろ。あ、はい。知れ者、名を聞いておこうか。ダリューン、こいつは傑作だ。あのバフリーズの多いか。ボール、今のはボール、わずかに低い、残念。自分が投げないからって邪魔しないでくださいよ、メイさん。いいじゃん、別に邪魔したって。ダメですよ、先輩なんだからわがまま言わないでくださいよ。何？わがまま言う先輩は先輩じゃないと。先輩だった。うわー、絡まれてんな。山野さんの証言も2時間ずれていました。つまり犯行の瞬間、山野さんが聞いたのは間違いなくこの時計の音だったのです。俺はいろんなことやってみるのが好きなの。あ、そうだ、この前さ、また古っぽいカメラ買ったんだよ。映像なんて端末で撮ればいいじゃん。味が違うのさ。それでいろいろ撮ってるから今度見せてあげるよ。あれ、こんな時間にお客さんですか。すみません、坊ちゃんの留守中には知らない人は入れちゃダメって言われてるんですよ。また今度遊びに来てもらえます。黒い陣は俺がぶった切る。陣の金属機使い、行くぜアモン。おぼけんなってラク、もうネタは上がってんだ。おとといの土曜日、町で二人がデートしてるのを板野と城ヶ崎が目撃してしまったのだよ。見ました。ラク、俺は悔しいぞ。まさかお前が先に彼女できるなんてよ。 DNA を解析するまでもなかった。バケネズミの染色体は性染色体を合わせて23対だった。分かるように言って。先祖であるはずの裸デバネズミの染色体は30対なんだ。成り立ちからして全く別の生き物ということになる。俺は暗殺から用心棒まで何でも請け負う最強の忍者、音速のソニック。だが仕事はしばらくお預けだ。お前という好敵手を見つけたからには決着がつくまで鍛錬があるのみ。そうだ、魔法だ。僕は魔法が使える。あの人は確かめようとしてるんだ、僕に世界を救う力があるか、この先戦う覚悟があるか。あの人は多分敵じゃない。やれる気がしてきた。僕の遺伝子に組み込まれていたものが次々と目覚めているような。行きます。いやー、少数精鋭で無双パワー全開で行きたいっすね。ランブランブレボリューションっすよ。てめえトン。パイロキネシスを食らえっす。小萌先生の授業を受けたいっすよ、ヒーハーっと。それならいいレストランがこの町にある。ピオン、水族館と一体になっていてな、なかなか洒落たレストランだ。走るのは嫌い、でも走る時の景色と走りながら考えることはちょっと好き。パワーアップ。なんか遅いな。バックドアだ。きっと治癒と直結なんかしたからあんな夢を。やっ、おはよう少年。なんだそれは。ちょっとちょっとちょっと、浮かない顔しちゃってんじゃん。足りなかったもんはこれっしょ。頼りないな、雪平ちん。なんだ、簡単にアップ。なんだ西方。すいません。人間だよ、普通の。高い犯罪係数を持つ連中だ。何かあったらすぐに呼べ。心配ないよ、ケイ。潜在犯だって実際に罪を犯したわけじゃないんだし。胃液しか出ねえ。なんで。エミ、アリマ。
あ、おお。今吐いたばかりなんだよな。うまっ。手応えねえの。万丈のボケから連絡は？ありません。くっそのタコ、これじゃヤモリとカマヤロに先越されちまうな。よし、俺たちも20区に向かうぞ。目的はリゼの確保だ。男がわめくな、見苦しい。男に生まれたなら鈍い弱い、そんなものは男ではない。お前は何も身につけてない。1年半もの間何をやっていた。お前の血肉に叩き込め。ここは、そうだ、旧ザクが俺に海岸を。父上、俺に体を返してください。俺はもう父上の所有物ではないぞ。ソールズベリーの魔法の湖、ブリタニアで最も魔力に満ちた場所だ。そこを選んだ理由は、戦いで消耗しきった魔力を回復するため、そして一刻も早く器と完全に一体化するために違いねえ。これもすでに言ってるんだよ。君には僕を捕まえることはできないって。ぶっ飛ばす文字に触ってるんだよ。君の言うクソったれの文字がひっついた僕に。一つ、ボイドは17歳以下の人間からしか出せない。理由は不明、もしくは僕には内緒。一つ、取り出された相手はボイドが取り出される前後の記憶を喪失する。これはイントロンの記憶屋が解放された時のショックだったっけ。でもそれなら好都合。とにかく今は実験だ。晴れなら万一失敗しても許してくれるような気がする。こいつのせいで変な夢見ちまった。夢？お前らマジでユーマちゃんのことを覚えてないのか？だからそんな子知らねえって。何度も言うが、俺たちはそんな子を紹介なんてされてないし、お前に彼女とかありえない。なはずあるか。ちゃんとメアドだって。もうあいつが嫌なんです。ヤシロも金もないし、うぜえし、なんか曰くつきだし、俺以外にも新規いるみたいだし、だったら無理してあそこにいなくてもいいかなって。オールマイトを殺す、初見じゃ精鋭を揃え数で圧倒するのかと思ったが、蓋を開けてみりゃ俺たち用の駒、チンピラの寄せ集めじゃねえか。見た限りじゃ本当に危なそうな人間は 4,5 人ほどだった。とすると俺が次に取るべき行動は。なあ、このままじゃあんたらじわじわと体が壊死していくわけなんだが。俺もヒーロー志望、そんなひでえことはなるべく避けたい。あのオールマイトをやれるっつう根拠、策ってなんだ。一匹残らせ。固定砲整備4班、戦闘準備。目標目の前、超大型巨人。これはチャンスだ。絶対逃がすな。よう、5年ぶりだな。この方です、どうぞ。駆逐してやる。この世から巨人を一匹残らず。はい、ということで、進撃の巨人の主人公エレン・イェーガー役で人気の梶裕貴さんです、どうぞ。
ックの情報は立ち上がってますよ、ランディさん。さすがだね。どうもすいません。ほら、菅井ちゃん。やばい、衝撃すぎて、まさかそんな方に来ていただけると思わなかったんで。そうですよ。心拍数が今すっごい上がってます。心拍数上がってる、ハブちゃん。鳥肌立ちましたね。鳥肌立った、うん。いい声ですね、また。嬉しい。小池ちゃん。はい、好きな声優さんなので、ちょっとすごく嬉しいです。ガチ。かわいいですね。かわいらしいですね。いやいや、あの、まあ、一人ぼっちですから、うん、ちょっとこう。カジさんがちょっと悲しんでるあれですか？どういうことですか？なんかでもカジさんは一人ぼっちじゃないじゃないですか。どういうことでしょうか？え、すいません、なんでです。いいですよ、別に。すいません、一人ぼっちじゃないじゃないですか。まあ、はい。いや、なんだよ、言いたいことあるの言えよ。次、二人ぼっちにしようよ。お前らは。なんかそういうの来るだろうなと思ったけど、いや別にいいんですよ。我々がいじんないと誰がいじんねん。僕アフレコの中時に、うん、あのすごく印象的だったのがレベルが違いすぎたってテストで言うじゃないですか、うん、その時にマリナさんがめっちゃ笑ってるのが見えてそうなんだよ。その時、まあ、比較的、ね、席近い場所に座ることが多かったりもして、はい、まあ、いろんな話もしたけどあの野郎なんかすごい、あのこの言うセリフかっこいいけど言うの実はちょっと恥ずかしいやつだからな。いや、およろぞの野郎。マリナさんが笑っててそう、あ、ちょっと笑っていいんだっていう笑っていいんだよ、笑っちゃダメだよ。いや、かっこいいセリフなんですけど、そうだよ、やっぱりあの中でこう突然まあね、まあ、突然だけど、確かにマリナさんが笑ったことによってみんながちょっとふわっと、その後すごい言いにくいんだからわかるでしょその感じ。わかります、すっごい。でもあなたにもめっちゃ笑ってるし。わかってる、俺はそこに仲間やその絆にすがって失敗した。思い出せ。駆逐してやる。いや、殺す。正しいかどうかなんて考えてる暇はない。とにかく動け。綺麗事で終わろうとすんな。そう、ミカサ、世界は残酷なんだ。